宇宙のインフレーション、宇宙のインフレーション、宇宙のインフレーションとは、初期の宇宙が指数関数的な急膨張、インフレーションを引き起こしたという、初期宇宙の進化モデルである。ビッグバン理論のいくつかの問題を一挙に解決すると、される。インフレーション理論、インフレーション宇宙論などとも呼ばれる。この理論は、1981年に佐藤勝彦、ついで、 アラングースによって提唱された。インフレーションという命名は、宇宙の急膨張を物価の急上昇になぞらえたものである。インフレーション理論では、宇宙は誕生直後の10秒後から10秒後までの間に、エネルギーの高い真空、偽の真空から低い真空、真の真空に相転移し、この過程で負の圧力を持つ、偽の真空のエネルギー密度によって引き起こされた。 指数関数的な膨張、インフレーションの時期を経たとする。この膨張の時間発展は、正の宇宙定数を持つドジッター宇宙と同様のもので、ある。この急激な膨張の直接の結果として、現在我々から観測可能な宇宙全体は、因果関係で結びついた、小さな領域から始まったこととなる。この微小な領域の中に存在した、量子揺らぎが、 宇宙サイズにまで引き伸ばされ、現在の宇宙に存在する構造が成長する種となった。このインフレーションに関与する粒子は一般にと呼ばれる。インフレーションによって1970年代に指摘されていたビッグバン宇宙論のいくつかの問題点が解決される。これらの問題の中には観測される宇宙が極めて平坦であること、平坦性問題。 因果律的に結びつきを持たないほど大きなスケールにわたって宇宙が極めて一様であること、地平線問題、多くの大統一理論のモデルで存在が予言されている空間の一層欠陥が全く見、測れないこと、モノポール問題などが含まれている。インフレーション理論の標準的モデルでは宇宙が幾何学的に平坦であることや初期宇宙の原子密度揺らぎがスケール普遍であることを予言っている。 これらの予言は WMAP などによる宇宙マイクロ波背景放射の高精度の観測結果やスローンデジタルスカイサーベイなどの銀河サーベイ観測で得られた銀河分布のデータによって非常に良い精度で確かめられている。インフレーション理論の最も単純なモデルは薬獣ジ,ジェブという大統一理論のエネルギー領域を扱うためインフレーション理論はグートスケールや それに近い高エネルギー領域を扱う素粒子物理学にっても重要である。1980年代にはインフレーションの元となる真空のエネルギーを生み出す場を大統一理論が予言する特定の場と関連づけたり実際の宇宙の観測結果を用いて大統一理論のモルに制限を与えようとする試みが盛んに行われた。これらの研究はほとんど成果を上げることはなく インフレーションを起こす真空のエネルギー密度を生み出すような粒子や場、インフラトンの正体については謎のままである。インフレーション理論は主として高温の初期宇宙の初期条件について理論が詳細に予言する部分のみが理解されており、その背後にある素粒子物理学についてはアドホックなモデル化が行われているにとまっている。インフレーションの時代の後には 初期宇宙の高温な放射を生み出した再加熱の時代が存在したはずである。この再加熱の原因についてはほとんどわかっていないが、最近ではインフレーションの終了期にインフラトンが他の粒子に崩壊する過程が共鳴的に起きたことで再加熱が起きたとするパラメータ、共振モデルなどが提唱されている。最近の宇宙マイクロ波背景放射の観測では、 様々な競合理論よりもインフレーション理論をより強く支持する結果が得られている。インフレーションモデルに残されている理論的問題点の一つは、インフレーションを引き起こす場のポテンシャルを微調整しなければならないという点である。もし、インフラトンが大きな真空のエネルギーを持つとすれば、その質量は小さく、またそのコンプトン波長は大きくなければならない。 しかし高エネルギー領域の物理学では、数多くのスカラー状が存在すると考えられており、超限理論に限っても、インフラトンやインフラトン状の候補となる粒子や、スカラー状は数多く存在していい。一方、現実世界で、スカラー状が見つかっていないことを考慮すれば、インフラトンの候補として必ずしも、スカラー状に限定する必要はないのかもしれない。例えば、ゲージ理論に出現する。 多重口を実行的なインフラトンとするモデルも近年提唱されている。インフレーション理論が最初に提唱されて、以来30年以上にわたって、インフレーションのモデルは理論的な困難を解消し、宇宙論的観測の結果と適合するように発展してきた。今日でも宇宙論研究者と素粒子物理学者はインフレーションについて新たなアプローチを提案し続けている。 しかしこれまでに提唱されたモデルにはすべてフリードマン方程式の解として指数関数的な膨張をする時代が共通して存在する例外としてクインテッセンスによるインフレーションを考えるモデルでは膨張は多項式的膨張になる熱平行状態にある宇宙について基本的な過程を用いるだけでほぼすべてのモデルでインフレーションの枠組みが導かれる実際 初期宇宙に関して起こりうるすべての宇宙論的シナリオを集めた場合、インフレーション時代を経ないシナリオはその中でごくわずかである。以下ではこれまでに提唱された、最もよく知られた、インフレーションモデルの歴史的発見について述べる。一般相対性理論の例明期に、アルベルト・アインシュタインは、物質の均一な密度を持つ三次元球体の解を、許す、宇宙定数。 宇宙港を導入した。少し後に、ウィリム・ドジッターは、高い対称性を持つ膨張宇宙を見出した。この宇宙は、正の宇宙定数を持つ。アインシュタインの解は、不安定であり、もし小さな揺らぎがあれば、それは、最終的に、ドジッターの解に変化することが発見された。1970年代初頭、ヤーコフ・ゼルドビッチは、 ビッグバン宇宙論の深刻な平坦性問題及び地平線問題に気がついた。彼の研究以前の宇宙論は純粋に哲学的な地面上で対称性が存在していることを定めしていた。ソ連では、及びが相対性理論におけるカオス的なを分析を導いた。のは、このカオス的な振る舞いを使って宇宙論の問題を解決することを試み、限定的には、 成功を収めた。1970年代後半は、アレクサンドル・ポヤコフと同僚たちによって、場の量子論における偽の真空の発展を研究するために開発されたの技法を導入した。統計力学における順安定唱、例えば、凝固点以下、または、蒸発点以上の水の状態と同様に、量子状が繊維、相転移を起こすためには、新しい真空。 新しい層の十分に大きい泡をかくとする必要がコールマンは真空の崩壊、真空の相転位についての最もありそうな崩壊経路を発見し、単位体積あたりの寿命の逆数を計算した。彼は最終的に重力効果が重要であろうことに気づいたが、その効果を計算して宇宙論の結果へ適用することはしなかった。ソ連ではが、 一般相対性理論のエネルギー運動量テンソルに寄与する量子補正から導かれる指数関数的膨張宇宙のモデルに初めて到達した。彼は初期宇宙においては一般相対性理論への量子補正が重要で、それはへの極立事情補正を一般的に導くはずだと考えた。この極律事情項の存在のもとでのアインシュタイン方程式の解は極律が大きいとき、 有効宇宙定数を導くことができる。このため彼は初期宇宙はインフレーション期に指数関数的に急激な膨張を起こすどジッター症へ一時そう転移すると提唱した。これは宇宙論の問題を解決し宇宙背景放射への補正に関する特定の予測を導くものであった。この補正は少ししてからすぐに詳細に計算された。 1978年、ゼルドウィッチはモノポール問題について考察した。これは、地平線問題の非曖昧な定量的バージョンであり、当時の素粒子物理の流行の一分野であった。ゼルドウィッチのアイデアは、モノポール問題を解決するためのいくつかの試作的な試みを導いた。1980年、アメリカで研究していたアラングースは、 初期宇宙における偽の真空崩壊はこの問題を決し得ることに気がつき、スカラー状によって駆動されるインフレーションの提案へとつながった。素粒子の大統一理論における一時相転位に基づいたインフレーションモデルは佐藤とグーズによって独立に提唱されたが、アレクセイ・スタロビンスキーは重力への量子補正によって宇宙の初期移転を指数関数的に膨張する。 ドジッター賞に置き換えうることを議論し、真空弁局効果に基づくインフレーションモデルを提唱した。1980年10月は、指数関数的膨張は、粒子的地平面を除去することができるであろうこと、そしておそらく地平線問題を解決することを示唆した。1981年、佐藤勝彦は、指数関数的膨張はを除去しうることを示唆した。さらに、 マーチン・ビーア・インホーン及び佐藤は、協調で、グースに先駆けて、指数関数的宇宙膨張の論文を発表し、大統一理論に、磁気単極子型量に現れる問題を解決しうる、ことを示した。彼らは、そのようなモデルは、宇宙定数のファインチューニングを必要とすることだけで、なく、非常に流度の細かい宇宙、例えば、泡の壁の衝突から生じる。 大きな密度の変動を導きやすいことを結論づけた。大統一理論の一時想定位に基づいた佐藤とグースのモデルでは誕生直後の宇宙は偽の真空と呼ばれる状態にあったとされる。偽の真空の状態にある宇宙は厳密にドジュッター宇宙の膨張速に従う。このモデルではインフレーションの終わった領域が真の真空の泡の覚醒性として 宇宙の中に作られる一方、残りの領域ではインフレーションが続く。このような泡同士が衝突すると、泡の壁が持つ莫大なエネルギーが粒子に変換され、これがビッグバン初期宇宙に存在する高温の放射や物質粒子となる。この過程は再加熱と呼ばれる。インフレーションが続いている巨大な背景領域では、我々の宇宙と同様の新しい宇宙が絶えず、 生成され続ける。ここで一般に重力相互作用のエネルギーは負であるため、正のエネルギーを持つ宇宙が新しく生成されても、エネルギー保存則は破られない。このようにして、熱力学第一法則、エネルギー保存則と熱力学第二法則、時間の矢の問題の両方がうまく回避される。グースはこのことから、インフレーション宇宙を 究極の無料ランチである形容している。このモデルでは、初期宇宙が冷却するにつれて、宇宙は、高エネルギー密度の偽の真空。これは、宇宙定数に酷似しているのうちに捉えられたとする。最初期の宇宙が冷却されるにつれ、宇宙は、準安定状態、加冷却されているのうちに捕捉され、量子トンネルを経由したアーケー制の過程を通ってのみ、崩壊シュール。 真の真空の泡は自発的に偽の真空の海の中で形成し、すぐさま高速で膨張を始める。グースはこのモデルは適正に再加熱しないため問題があることを認識した。泡が各生成したとき、それらはどんな放射も生成しない。放射は泡の壁の間の衝突内でのみ生成される。しかし、インフレーションが初期条件問題を解決するのに十分長く。 存続するなら、泡の間の衝突は非常に稀になる。どんな因果的な宇宙の区画内でも、ただ一つの泡が核生成する。しかし、この一時想定にモデルは、以下の点でうまくいかない。すなわち、標準ウィッグ版理論の問題を解決できるほど、十分にインフレーションが進行することを保証するためには、真の真空の核生成率は非常に小さくなければならないが、 各生成率が小さいと、泡同士の衝突が起こらず、再加熱過程が働かないことになる。なぜなら泡の間にある、インフレーションが依然として進行している空間は、非常に早く膨張するため、泡同士の距離は泡自身の成長速度よりも早く、広がってしまうからである。よって、偽の真空の崩壊によって放出されるエネルギーは、すべて泡の壁の運動エネルギーとして使われる一方、 高温のビュークバンに必要なエネルギーが泡の衝突によって全く供給されず、いつまで経っても火の玉宇宙の時代に移行しないことになる。この問題は華麗な退場の問題と呼ばれ、一時想定にモデルは現在では古いインフレーションと呼ばれる。佐藤とグースの論文が発表された翌1982年、アンドレー・リンで、およびとのグループはそれぞれ独立に、 新しいインフレーション、またはゆっくり転がるインフレーションと呼ばれるモデルを提唱した。これによって泡の衝突問題は解決されることになる。古いインフレーションでは、インフレーションの元となるスカラー状があるポテンシャル、極小値に停留した状態から、トンネル効果でポテンシャル障壁を越えて転がり落ちる過程として、インフレーションがモデル化されるが、新しいインフレーションモデルでは、 古いインフレーションに比べて、ポテンシャルの形が極小を持たないほぼ平坦な形状になっており、このポテンシャルの上を、スカラー状がゆっくりと転がり落ちるとされている。このモデルでは、宇宙の膨張は近似的にドジッター宇宙になるだけで、ハップルパラメータは実際には減少する。すなわち膨張は減速する。古いインフレーションのドジッター宇宙では、偽の真空の中に生まれる。 揺らぎのスペクトルは厳密にスケール不変になるが新しいインフレーションでは近似的にスケール不変になるだけである。このことはすなわちインフレーション中のポテンシャルに関する情報を宇宙マイクロ波背景放射の揺らぎのスペクトル指数を測定することで原理的に引き出せることを意味している。ゆっくり転がるインフレーションではインフラトンのポテンシャルがほぼ平坦な領域の 終端まで達するとインフレーションは終わり、ここからポテンシャルの傾きはエネルギー密度に対して増加して転がり落ちる速度も増加する。これがこのシナリオでの再加熱過程でポテンシャルのエネルギー密度の値に応じてインフラトンとの相互作用によって日の玉宇宙の副射や粒子が生成れる。このモデルでは偽の真空状態のトンネルを抜け出る代わりにインフレーションは スカラー状によって、ポテンシャルエネルギーの丘を転がり落ちて発生する。宇宙の膨張に比べて、場が非常にゆっくり転がるとき、平坦なとき、インフレーションが起こる。しかしながら、丘がより急になると、インフレーションが終わり、再加熱が起こる。最終的に、新しいインフレーションは、完全に対照的な宇宙は作り出さないが、うちに、わずかな量子揺らぎが生成されることが示された。 これらのわずかな揺らぎは、後の宇宙において生成されるすべての構造にとっての根源的な種を形成する。これらの揺らぎははじめに、ソ連のおよび GV チビソブによって、ストラビンスキーの類似モデルを解析する中で計算された。インフレーションの文脈では、1982年に、ケンブリッジ大学における最初期の宇宙についての3週間のナフィールド、ワークヨップで、 それらは無可能部及びチビソブの仕事によって独立に解かれた。その揺らぎは個別に解析を行った4つのグループによってワークショップの期間中に計算された。スティーブン・ホーキング、ストラビンスキー、グース及び及び及びのグループである。新しいインフレーションは一般に永遠に続く。スカラー上は古典的にはポテンシャルを転がり落ちるだけだが、量子揺らぎによって 時には、ポテンシャルの高い位置に再び戻される場合もある。これらの領域は、インフラトンの、ポテンシャルエネルギーが低い領域に比べて、非常に早く膨張する。したがって、いくつかの領域ではインフレーションが終わっても、インフレーションが続いている領域は、指数関数的に成長するため、インフレーションが起きている領域の方が常に、宇宙の大部分を占めることになる。このような、 ある領域でインフレーションが終わっても、量子力学的揺らぎのために、宇宙の大部分でインフレーションが持続するという定常状態は、永久インフレーション、またはカオス的インフレーションと呼ばれ、アンドレー・リンデによって最初に提唱された。永久インフレーションが過去においても永遠かどうか、すなわち宇宙は無限の過去から続いているのかどうかについては疑わしいとする意見が多いが、 異論もある。そのため、このモデルが宇宙の初期条件の問題を解決できるかどうかは未解決である。無限の過去から続く永久インフレーションというモデルは主流派宇宙論における定常宇宙論であると見ることもできる。なぜなら、このモデルは完全宇宙原理を満たすからである。新しいインフレーションの拡張としてハイブリッドインフレーションと呼ばれる 別のインフレーションモデルもある。このモデルでは、新たなスカラー状を導入し、ある一つのスカラー状が、通常のゆっくり転がるインフレーションに対応し、別の場がインフレーションの終了を引き起こす。すなわち、インフレーションが十分長く続くと、第二の場が非常に低いエネルギー状態に落ち込む、確率が増え、これによって、インフレーションが終わるというものである。 超限理論や量子重力理論の文脈で示唆されているよく知られたアイデアの一つに宇宙には我々が経験している三次元よりももっと多くの空間次元が一例としてそれが九次元空間だとすると六次元の絡び合う多様体の中に巻き上げられてプランク長ほどの大きさで存在するが宇宙は三つの空間次元のみでインフレーションを起こしたとするものがあるこの理論は ストリングガスコスモロジーと呼ばれ、トカムラン・バフファによって提唱されている。この理論では、衝突する弦のトポロジー的な性質によって、我々の宇宙には、余分の次元は、そのまま、プランクスケールを保持し、三つの大きな広がりを持つ、次元が存在することになったことを示唆している。しかしこの理論の実用性については、多くの疑問が投げかけられている。その他、 ブレイン宇宙論やエキピロティック宇宙論、サイクリック宇宙論などがインフレーション理論の競合理論、または発展理論として考えられている。観測の分野では、現在宇宙マイクロ波背景放射の観測精度を向上させることで、インフレーションについてより多くの情報が得られるようになることが期待されている。特に背景放射の変更を高い精度で測定する。 ことによって、最も単純なモデルで予言されているインフレーションのエネルギースケールが正しいかどうかが明らかになる。また、原子揺らぎのスペクトルを測定することで、我々の素朴なインフレーションモデルによって正しい原子、揺らぎが作れるかどうかがわかる。現状では、完全に、スケール不変なスペクトルは、最も単純なインフレーションモデルとは合わないと、一般に考えられている。 新しいインフレーションモデルではスペクトルに極率が存在するため、現在計画されているプランク衛星やクローバー計画、その他の地上からの宇宙マイクロ波背景、放射観測実験でこういった測定が行われる予定である。2006年3月に発表された WMAP ミッションの観測データでは、インフレーション理論に対する最初の実験的検証結果が公表されている。 W マップの変更データは最も単純なインフレーションモデルとよく一致している。2014年3月、バックグラウンドイメージング・オブ・コズミック・エクスタリ・ガラクティック・ポーラーゼンションプロジェクトにより宇宙マイクロ波背景放射の B モード変更の観測結果が発表された。インフレーションの際に存在した量子論的な時空の揺らぎが原子重力波として残り、 その影響が宇宙の晴れ上がりに及び宇宙マイクロ波背景放射に変更をもたらしたという主張である。変更はスニア F ゼルドビッチ効果のように宇宙の晴れ上がり後に形成された天体の影響にもよってもたらされるためプランク衛星などによる今後の詳細な観測及びその結果の解析が待てれる。2014年6月19日に観測チームが 発表した論文によれば、観測結果は138億年前に生じた原子重力波と推定されるが、宇宙全体に散らばる地理による可能性も否定できないとした。グースのモデルを超弦理論や量子重力理論によって解明する流れが続いている。日本では、その後を受けて、一般相対性理論の佐々木節などが研究を行い、 とりあえず一般相対性理論的にはアインシュタインが彼の生涯最大の誤りとした宇宙港に由来する可能性があるという数学的見解にて一致するところまで来ている。しかしながら宇宙観測の結果数十億年、四十億年から六十億年前に始まったとする第二次インフレーションの原動力さえも未解決の問題として残っている。今後は プランク衛星や南極天衛星などによって、さらなる精密探査が行われることによって、この未解決の問題についての一定の見解が得られるのではないかと期待が持たれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。